ここ一週間なんかすごい肩こるんだよな。特に忙しかったわけじゃないんだけど、まあ今日はやることないしゆっくり漫画でも読みながら休むとするか。最近あのアホもいないみたいだし。何やってんだお前。ここ一週間マリサの頭の上で生活してたよ。何人の頭で生活圏気づいてんだ。いや私軽いんで大丈夫だったでしょ。肩こりの影響が出る程度には重いんだよ。ところでマリサ。なんだよ、家賃は待ってやらねえからな。トイレ。わー。さて今回も今回として始まりましたデッドバイデイライト実況。ウェイト軽い系ゆっくりの霊夢ちゃんだよ。どうも肩こりから解放されたマリサです。さて前回は騒音でキラーをお直に倒したわけですが、やめろ、うちは1話完結で動画間に繋がりはないはずだろ。ツッコミがかなりめたくない。まあ前回は音に着目してたんだけど、今回はちょっとスクラッチに注目してちょっと購入してみました。明らかにちょっとではねえよ。ちなみに購入したお金はマリサの帽子から拝借しました。私のへそくりがー。まあ落ち着いてくださいよ。買ったら返す。パチカス定型分やめろ、負けても返すんだよ。冗談はさておきキラーが来たみたいですね。冗談で済ませないよ。ふふ、今の私ならキラーも集金も巻き切ることが可能。何を隠そう今回は巻き切る構成だからね。あ、それでキラーはどう巻き切るんだよ。それはですね、アダムキもダンスウィズミーも3秒間スクラッチを消す効果なんですよ。そこに身軽の効果でスクラッチを消すのを早めて巻くという作戦ですね。あ、ちょっと待って、ここの壁めっちゃ引っかかる。そして切られて負けなくなると。すいません、ここで負けないとコンセプトが。なら今回は許してやるでござる。見ましたか、巻いてやりましたよ。お前学生を働いたのは見たわ。まあ私が巻くということは誰かが釣られるということ。お前は巻いてないけどな。素人は黙っとれ。お前を無人島送りにしてやろうか。てかさっきの不自然な食べ切り、相手を乱しガラクタいじりついてんじゃねえか。お前が素人だったのかよ、黙ってんじゃねえよ。さて目の前で発電機をつけてしまった。これ許してもらえないかな。逆に許してもらえると思いで。しかも近くの板あらかた使っちゃったし、ここのわけわかんない柵で停止するしかないんですね。なんでわけわかんねえんだよ。じゃあマリサだったらここなんて言うの。わけわかんねえフェンスかな。お前もわけわかんねえんじゃねえか。あら、その乗り越えはちょっとまずいですね。鬼は機動力あるからな。チェイスポイント変えるときに仕留められやすいぞ。今まさに来てるー。さてここからもう厳しいぞ。おっと霊夢ちゃんを舐めてもらっては困る。こんな時こそ安心と信頼の濃すい技術。はい、一瞬ロッカーに願いきますよね。信頼を置くとこ履き違えすぎだろ。そしてわけわかんない柵に戻ってきました。今のところ実況のほとんどがわけわかんない状態だぞ。お、このキラー柵越し攻撃知ってるな。ここは狭いから窓枠のとこで攻撃振られると当たるんだよな。だからキラーとすれ違うときは一定の距離を取らないといけないんですよ。あとご時世的にもね。最近あざとさで押していく傾向にない。土下座もできますよ。これはプライドレス。いや、これでお得情報と誤認した視聴者がチャンネル登録するに間違いない。プライスレスではありません。でもそろそろ画角に変化が欲しいのでここで乗り越えてみちゃったり。結構危なくなかった。まあ軽く寿命が3年縮む程度には。しっかりビビってるじゃねえか。さてそろそろ渇望も乗ってこのポジションを擦れなくなる頃合いなんで、無理せずダウンしましょう。そこは潔いんだ。まあそこそこチェイスしたんで、あまり欲張らなくてもいいと思うんですよ。欲張ったわ。高速2枚ドロー。さて試合がかなり白熱してきましたね。一人死んで全員に釣りか。でも発電機は残り1台。固まってないし、誰かチェイスしてくれれば回しきれると思うんだよね。さあ今まで動画を見てきた視聴者ならわかると思います。そういうことです。あんにこの後の展開を示唆するのやめてもらえます。それでは発電機つくまでチェイスお願いしましょうか。やっぱりこうなるんじゃねえか。さらにここで鬼さんぶち切れモード。ホルモンバランスの乱れが心配ですね。自分の命を心配してもろて。さて本日何度目でしょう。わけわかんない策。画角の変化がないのが心配ですね。私の命の心配してもろて。おい、この距離感まずくないか。任せてくださいよ。あ、ちょっと横失礼しますね。なんで今ので避けれてるんだよ。まあこういうこともあるかと思いましてね。アンジャッシュのコントを大量に見てきたよ。あれで物理的なすれ違いは学べねえよ。でもこれでキラーに隙ができた。私はその隙に漬け込みまくります。なんか表現が嫌だ。いや美味しい漬物ばりに漬け込むよ。逆にピンとこねえよ。さて先ほど地味にアダムキを発動させ、おそらくキラーは騙されましたね。結構距離が空いてたからな。そして今キラーのステインが消えていたのを見逃さない。ガラクタいじりが発動したのか。これでどっかの発電機が7割超えたわけだから、しばらくしたら勝手に通電しますね。でも味方が1人やられたな。まさか他の味方を逃がすために決死の覚悟で通電させてくれるなんて。私たちはあの人の分まで生き残らなければならない。それでお前は何してんだよ。味方が見つかるのを待ってるよ。完全に味方を取り扱いじゃねえか。いや、こんな状況で見つかったらゲートあくまでチェイス確定できなきゃ死が確定。見つかってない。そうだー。さてゲートが開くまでチェイスできるのか。勘弁してくれ、こっちはダッシュ系のパークも一切ないんだよ。何を言っても逃げ切れなきゃ死ぬだけだぞ。嫌な事実の突きつけ方だ。中尾腹立つわ。さて反対のゲートもまだ開いていないのもわかりまして、これは本格的に時間を稼がないといけない状況。ふん、こうなったら身軽によりさらに軽くなったフットワークを見せてやりますよ。フットワークの軽さには関係なくない。もう実況投げて帰ることも辞さない。嫌な方にフットワーク軽いな。いや今回はスクラッチを消して終われなくするのが目的なのに、血の玉出るせいで全く意味をなしてませんからね。まあ一回コンセプト崩壊。さてここか
からどう逃げようかな。ゲートまで結構離れちゃったからな。どっかで真っ赤に日壁来てもらわないと厳しいぞ。運能力溜まっちゃったし日壁は厳しそう。でもこの状況で巻くのなんてほぼ不可能だろ。え？じゃあ私今結構積んでない？ご愁傷様です。まだ死んでねえよ。しかも鬼さんここでブチギレ。対抗して私もホルモンバランス乱してやろうか？ただの生理なんよ。いいんか？私結構重いタイプですよ。生々しすぎだろ。とりあえず次はこの強いけど地下あるから絶対に近づかない家でチェイスしよう。まあどうせ次釣られたら死ぬからな。なんか認識軽くない？てかそろそろゲート開いてもいい頃合いなんだけどな。これでゲート開けてなかったら命の母がぶのみするわ。ホルモンバランス整えるじゃん。だがさっき確認しておいた月強窓を利用すれば今の鬼なら巻くことが可能。血の玉見えない状態でスクラッチを消したのか。ああ、よかったなんとかゲート開いて脱出できそう。命の母がぶのみせずに済む。心配してたのそこかよ。いや致死量とか怖いじゃん。さて試合が変わりまして、開幕すぐに発電機が1台つくという上々の滑り出し、その代わりに味方が釣られちゃったけどな。ここはこの霊夢ちゃんに任せてもらおう。こう見えても3丁目の公園では滑り出しの鬼として通ってますからね。いい年こいて滑り台で遊んでるだけじゃねえか不名誉だわ。まあ近くに釣られて味方が発電機触ってたからしぶしぶ救助に来ただけなんですけどね。じゃあさっきの下りなんだったんだよ。ちなみに味方の血族がなかったら3回は見つかってましたね。こんな奴に救助してほしくありません。それにしてもすごいフック周りを警戒するな。割とキャンプ気味に守ってる感じか。クソなんだこのね。取り去ってき、マラソン後の若干唾液が乾いた口の中を彷彿とさせる。そんなもん彷彿させんな。ちょっとイメージしちゃっただろ。あ、これはまずい。見つかったわ。アホなこと言ってるからだろうが。まあ見つかったのならしょうがない。救助する時間、あと今回してる発電機、ついでに取れ高も作る。まあこれぐらいの意気込みでチェイスしていこうかな。意気込みがキラーを殺しにかかっとるんよ。なんたって今回の構成はリンちゃんにぶっ刺さる構成ですからね。刺さりすぎて針山を疑うレベル。物理的に刺してるわけではねえよ。まずはダムキを使用してフェイズウォークを光らせる。リンちゃんはフェイズウォークさえかわせれば足の遅いキラーだからな。次のフェイズウォークが溜まるまでは安全というわけですよ。でも今回の構成は巻くスタイルだろ。巻かなっていいのかよ。まあアダムキとダンスウィズミーをうまく使えば最大6秒スクラッチを残さず走れる。さらに普段ならスクラッチは7秒してから消え始めるけど身軽の効果で4秒したら消え始める。だから巻くことはそこまで難しくないんだけど、負傷してなかったらね。終わっとるやんけ。いやもう声だだ漏れのおまけに全霊までつけてくれちゃってるおかげでスクラッチなくても声だけで追ってこられちゃって本末転倒転倒虫ですよ。現実逃避がてら転倒虫になるな。てか何それ。気持ち悪い。気持ち悪いはさすがに言い過ぎだろ。あ、ごめん。いや気持ち悪いだろ。あとちょっとで流せそうだったんだけどな。さすがに無理があるだろうが。まあでもなんとか救助と発電機にだいぶん時間を稼いでやりましたよ。これは結構サバイバー側のアドがでかいな。さて結構早い段階で救助も来たので今回の試合は結構余裕ありそうですね。残り発電機2台でフル生存か。このままだとキラーは相当きついな。だから当然トンネルされるでしょうね。いやさて昨今のストライクの虐待によりストライク使用者の減少でキラーは遠慮なしに担いでくるぞ。つまりダウンしたら死ぬじゃねえか。まっそういうこったな。上半期で一番嬉しそうな顔してんじゃねえよ。とりあえずアダムキとこのマップで一番うるさいところを経由してフェイズウォークをかわしに行きます。後ろで解除したみたいだな。今のうちにある程度距離を取らないと。ちょっと、誰か、ここに仲間がゴリゴリのトンネルされてるんですけど。野良にカバーを求めんじゃねえよ。敵柄すぎやしない。危ねえ。そ、さっきから不調に苦しめられる。詳細してなかったらパークの力でいくらでも巻いてやるのに。なお自分の力ではない。味方頼む、カバーはもういい。今すぐ発電機つけてゲートを開けてくれ。むちゃくちゃ言ってんじゃねえよ。やばい、フェイズウォーク入られる。ロッカー、それか乗り越えられる何か。ほらよ、こんなんを乗り越えさせようとすんじゃねえよ。あ、もう2分の1にかけ。よくもやってくれましたね。少なくともやらかしたのはお前。シャラップウィズミー。お前も黙ってどうすんだよ。でもトンネルされた腹いせに通電させてやりましたよ。正直一番効くやり返し。ここは私だけ今すぐ脱出したいところですが、このキラーには全逃げされてほしいので全力で救助します。救助さえも害やがらせ。やってバレた。ただの粛清対象。てかおかしいだろ、この状況で無傷の私を追う理由はないじゃん。まあストライク警戒だろうな。さっき問答無用で担ぐとか言ってたのに。これフェイズウォーク使ってくるぞ。だがここで巻き切るのが霊夢ちゃん。今まで欺きをこすり続けたのは不跡。もうロッカー近くでスクラッチが消えても違和感はない。さらに欺きが発動してからすでに4秒以上が経過。こうしてる間にスクラッチは完全に消えた。そう思うと身軽って結構エグい効果だな。さてなんとか巻いたものの開いたゲートの位置がわからない。ここで味方がダウン。なるほどゲートはあっちか。でもお前デッドハードもないのにどうするつもりだよ。現在あのゲートはワンコそばのごとく味方がおかわりよろしく切られてますが、キラーからすれば残ったサバはハッチか逆のゲートだと考えるはず。そこでここからキラーがゲートから離れるのを待ってから脱出する。これが勝ちを目前にしても油断しないプロフェッショナルサバイバー。なあプロフェッショナル、なんかキラーこっち来てね。おいそれは話が違わないか。完全には見つかってないけど全命だとギリ声聞こえてるだろうな。ダメだこのままだとジリヒンだ。デッドハードもないとなるとハッチ見つけるか巻かないと厳しいな。いやまだ手はある。このリンちゃんはフェイズウォークで板に突っ込んでくる癖がある。だからこうすれば体を入れ替えられる。後ろで攻撃外した落としたな。よしこれで足の遅いリンちゃんだとフェイズウォークが溜まるまではまず追いつけない。こいつ結局巻かずに空いてるゲートに突っ込みやがった。まあチェイスはパークだけじゃないってことですよ。でももうフェイズウォーク溜まってるんじゃね。やばい、さっきフェイズウォーク短かったからもう溜まっててもおかしく。フェイズウォークの落としてるー、危ねー。